行きましょう。Still over here in the other city, you know, because I got to come over here to take her, you know, the cabaret club. So we really shining in the cabaret club right now. We moving up the ranks. I'm really got a good feel for it. We number two right now. We coming for that number one spot. So really doing that. But Shine coming up, they thought we were suspect. You know, saying hi to a couple of girls. We got the former, you know what I'm saying, the lady that was over the orphanage. She joined the crew. I'm like, I don't know about that, but she went on and I just went and accepted her. And she's doing okay. You know, I had a one-on-one session with my top girl. I was kind of dozing off at that point, so no telling in the gameplay, no telling how long, it was just a bunch of nothing going on, because that was probably the point I dozed off. But we really getting up there, we really getting up there, like the progression, you know, the little session I had, you know what I'm saying, with no one girl, you know, Koyuki, you know, Yuki, you know, leveled her up big time to 19, you know, so, yeah, I wonder what you gotta do to get the other girls, to be able to make up the other girls. Let's see. Yeah, we got some let's see, we got how many girls we got? We got 10 girls. いらっしゃいませ。
料理足を求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。失礼します。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。素敵だよ。盛り上がりましょう。This guy's looking for talk, love, skill, boyning. お願いします。助けを求めてるように見えますが、あっちゃー、やってしまいました。ここで1分が経過しました。何やら様子がおかしい。トラブル。女の子も困っています。女の子のために店長も頑張っています。Yeah, no harassment, homie. We're going to jack you up. お願いします。お会計ですね。Yeah, man. Don't be harassing my girls. You must be some man. You know what I'm saying? Key, you gotta, jack up some of these patrons, man. I know some of these cats get out of line. These cats get out of line. You know, you gotta let them know what's the deal. ありがとうございました。ようこそ。また来たぞ。ごめんなさい。助けを求めてるように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。お願いします。お待ちしてました。お会計ですね。いらっしゃいませ。また来たよ。ごめんなさい。かわいいな。お会計ですね。お願いします。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。ようこそ。どうしたいの。おもろいな。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。いいね、いいね。まだ来てない。いらっしゃいませ。お客様。お願いします。よろしくお願いします。お会計ですね。絶対待って。
た来てください。いらっしゃいませ。また来たで。何やら様子がおかしいですね。盛り上がりましょう。かわいいね。いけませんよ、お客様。店長も頑張っています。ようこそ、まだ来たで。盛り上がってきた。ここで2分が経過。ソーシャイン、フィーバータイムだ。ソーシャイン、売り上げが50万円突破。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お客さん、かわいいな。かわいいな。よろしくお願いします。美人さんだな。もうダメ。また来てくださいね。残り時間はあとわずか。ラストスパートだ。会計ですね。また来てくださいね。ようこそ。また来ちゃったよ。お願いします。もうダメね。お待たせしました。じゃないな。お会計ですね。お願いします。ありがとうございます。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。そうなんだ。素敵だよ。すみません。お願いします。盛り上がっていきましょう。お会計ですね。お会計ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ソーシャイン、フィーバータイムだ。売上が100万円突破だ。ありがとうございます。ここでタイムアップだ。Special session. キリュウさんとご飯食べるの楽しいな。もう緊張しなくなったか。はい、さすがにもう大丈夫です。でもこうして二人でご飯食べてるとなんかデートみたいですよね。ん？違うのか。俺は小雪とデートしてるつもりだったんだが。大丈夫か。すごい慌てぶりだな。そりゃそうですよ。もうせっかく緊張しなくなったのに。
でもその店長とキャストがデートって業界的にルール違反じゃないですか？一線を越えなければいいんじゃないか？一線を越える？ああ、本気ならダメだが、遊びならいいかもしれないな。私は遊びってことですか？ひどいですよ、キリュウさん。あ、いや、すまんすまん。そうじゃ、本当に付き合うとなると問題もあるが、今日のデートは大丈夫ということだ。もう、どっちにしろ遊びじゃないですか、キリュウさんの女たらし。しかし大した慌てっぷりだったな。小雪はあまりデートはしたことがないのか。Make up your mind. そのなんていうか。Hey, mixed signals. 何か言えないことでもあるのか。Which one is it? キリュウさん、笑わないでくださいね。実は私今までその男の人と付き合ったこととかなくて、デートとかそういう恋愛の経験が全然ないんですよ。そうなのか。ちょっと意外だな。ですよね。やっぱり21にもなって恋愛経験ないのっておかしいですよね。小雪を放っておくなんて男たちの見る目がねえんだな。キリュウさん、そんなこと言ってくださるのキリュウさんだけですよ。お世辞でも嬉しいです。ありがとうございます。お世辞じゃないさ。お前は十分魅力的だと思うぜ。別に恋愛経験がないことは悪いことじゃない。引け目に感じることはねえさ。ただもし本当に好きな人ができたら、そのチャンスは逃がさない方がいいぜ。はい、ありがとうございます。絶対に逃がさないようにしよう。ん？何か言ったか？何でもないです。しかし恋愛経験か。小雪は可愛いし、もっとモテると思っていたな。全然ですよ。中高と女子高で大学も女子大ですから、出会いがそもそもあまりないんです、うん、でも女子高でも彼氏いる子はいたからな。ほう、そうなのか。はい、だからやっぱり私のせいな気がします。やっぱりセクシーさが足りないからかな。セクシーさ。はい、私童顔だし、スタイルも別に良くないし、セクシーな魅力ってほぼゼロじゃないですか。私それが結構コンプレックスなんですよね。男性は基本的にセクシーなスタイルのいい女性の方が好きですよね。小雪の体型も十分セクシーだと思うぞ。え、本当ですか？お世辞でも嬉しいです。お世辞じゃないさ。その胸も意外とあると思うしな。え、ああ胸ですか？これは寄せてあげてるんです。寄せてあげてる？はい、それにパッドとかいろいろ入れてるんですよ。盛りまくってるんです。パッド。あれキリュウさん元気なくなっちゃいました？いや大丈夫だ。少しだけ
一人にさせてくれ。変な桐生さん。まあコンプレックスなんて自分が気にしているほど他人は気にしてねえもんさ。小雪は十分魅力があるんだ。堂々としてりゃいい。そうですね、桐生さんの発言には重みがありますね。恋愛マスターって感じです。そうでもないさ。でも実際どうなんですか？いろいろな恋愛をされてきたかと思うんですけど、よかったら桐生さんの恋愛について少し話を聞かせてほしいななんて。今は特定の女はいねえが、かつては心に決めた愛しい女がいた。もっとも今は遠く離れちまったがな。そうなんですか。俺がもっと器用に生きられていたら違った結末になってたのかもしれない。そうやって後悔する日もたまにあるんだ。やり直すことなんてできねえもんな。桐生さん、すまん、重くなってしまったな。はい、正直めちゃくちゃ重いです。でも聞いたのは私なので。それにその女性も桐生さんにそんな風に思ってもらえて幸せだったと思いますよ。私みたいな未熟者が言っても説得力ないですけどね。いや、ありがとうな。まさか小雪に励まされるとは思わなかったぜ。
で行かれますか。それでは出発いたします。How before we was rudely interrupted. Granny.
手間取らせやがって。Damn it, Granny. Over here, still snitching. That's okay, Granny. I got you. ここなの？ああ。ええ。
だ。Yeah!
まだまだ。
その男を返してもらう。
合田会長は別の場所に連れてかれちまった。すまね。いや、こっちも遅くなって悪かったな。大丈夫か？大丈夫じゃねえ。死にそうだ。どうした？どっか怪我でもしたのか？そうじゃねえ。腹が減って死にそうなんだよ。それなら体の方は問題なさそうだな。一人一人の動き、銃の撃ち方、やつら普通の組織じゃねえ。まるで軍隊のようだった。軍隊か。大丈夫か、大吾。柏木さん、体は問題ないのか？すんません、合田会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな、お前が無事で何よりだ。それで、お前と合田会長を拉致した奴らはどこのドイツなんだ？詳しいことはわからない。だが、自分たちのことをジンゴン派と呼んでた。本当にジンゴン派と言ってたのか？柏木さん、ご存知なんですか？ああ。だがジンゴン派は壊滅したはずなんだが。さっき府警に連絡してジンゴン派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。ジンゴン派は世間では全く知られてない組織だからな。けどそれだけの組織だったら警察の記録には残っているはずよ。警察はジンゴン派の存在を抹消したんだ。どうして？あれは20年以上前のことだ。当時のカムロ町は堂島組以外に海外の勢力がひしめいていた。その中でも最大の組織が韓国のジンゴン派という組織だった。東上界で中堅だった堂島組が大きくなるには、そういった組織を制圧するしかなかったんだ。で、やるんでか、おやさん。ああ、皆殺しだ。皆殺し？
した。何か問題でもあるのか。いや。なんや風間。行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ。親父、戦争以外の選択はないんでしょうか。何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩吹っかけてきたんは向こうやろが。やられたらやり返す、それが極度や。なあ風間、お前の言うことが分からんでもない。やさん、まあ待て千代。だがね、あの神言派ってやつらは別だ。奴らのやり方は尋常じゃない。このままだと堂島組が壊滅ってことにもなりかねない。ですが、叩くなら今しかない。下手な情を挟めばそれが禍根を残す。だからやるしかねえんだ。わかるな。はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか。当たり前や。うちとこの組員が何人やられた思てんねん。わしはあいつらの息の根止めな気がすまんねや。奴らのアジトはディスコホールの裏のビルにある。チャンスは今夜だけだ。任せといてください。はい。風間の親父さんは最後まで迷っていた。だが白いものでも親が黒と言えば黒になるのがこの世界だ。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共に神言派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。結果堂島組は神室町を手中に収め、東条会での勢力を伸ばした。その後島野のおじきは独立して島野組を直系に昇格させた。その時の構想で堂島組一派は組織を大きくしたってわけか。堂島組だけじゃない。東条会もその勢いに乗じて関東一円に組織を拡大させていった。でも今の話じゃ神言派は壊滅したことになるんじゃないのか。その通りだ。神言派は壊滅したはずだ。だがもしかしたら生き残りが存在していたってことになるのか。生き残り？じゃあその生き残りが合流会とつながってるってことになるな。ええ。でもそれだけ大きな事件なのにどうして警察は動かなかったの？当時警察は神言派の実態をつかみかねていた。だから堂島組に奴らの壊滅を任せる形を取ったんだ。つまり見て見ぬふりをしたってことなのね。まあそうだろうが、本当のところは当時の担当刑事でもなきゃ分からんだろう。担当刑事？誰なの？名前までは覚えてない。何せ20年以上前の話だ。そう。しかし偉いことになった。合田会長はさらわれたまま、合流会は神室町を狙っている。それに神言派の影、それに伊達さんをはめたネズミの存在。次は一体誰が何を仕掛けてくるかだ。そんなもんどんな手で来ようがやるしかねえだろう。
story, so. Jacket, Jada.